大谷ゴジラ超え5号ホームラン。大谷が豪快弾を放った。3回1死2塁の第2打席で右腕ハウザーのスライダーを捉えた。8試合ぶりの一発は打球速度110マイル約177キロ、飛距離423フィート約 128.9 メートルの豪快弾。右翼手は一歩も動かず、本拠地は大熱狂に包まれた。ライトが一歩も追わないどころか振り返ってもない。ライトで組んだまま一歩も動かず、水島新司の漫画みたいやったな。球もスイングも速すぎて見えんかったわ。これ大谷史上でも上位なくらい綺麗なホームランじゃね。グラスノーの日には打つのか、約束通りだな。グラスノー絶対援護するマン。アメリカでも日本人最多記録を祝ってくれるんやね。イチローも日米トータルで祝いまくってたし、祝えるものは何でも騒ぐ国民性や。